僕が教えてる、その人、マンツーマンで教えてる人が、自分に正直に嫌なことを嫌と言ったら、いいとは思うけども、それを正直に伝えてしまうと、仕事が例えばその人とやりにくくなってしまったり、することがあると。そういう現実の中で、何か基準に、何を基準に、これを言っていいか悪いかを決めたらいいのかっていう質問があったんですよ。それについては、田久保さんどう思われますか？そうですね。まず一つはやっぱりその、本音で生きるという、その本音も段階があるんですよ、はい。一般的に捉える本音っていうのは、はい。ね、例えば上司の前で表面面はニコニコしてるけど、本当は あったかのクソ上司とかって思ってる、はい、本音のことを思ったりすると思うんですよ。はい、あ、はい、はい。で、それはどちらかというと、はい、浅い本音というか、うん、はい。うん、そうですね。直接的なお答えになるかどうかあれなんですけども、はい、私たちの、この、例えば、さんから見た周りにいる人たちのいろんな反応というのは、その人がものすごく怒っていたり、もしくは嘆いていたり、悲しんでいたりしても、はい、そもそもなんで怒ってるのか、なんで嘆いてるのか、なんで悲しんでるのかっていう、その奥を見るっていうことなんですね。はい、で、そもそも何の関係もない、ゆかりのない人は、さんに対しても怒らないと思うんですね。やっぱり、例えばですけど、ね、もっと深い、例えば、分かってほしいっていう愛があったり、うん、分かり合いたいっていう愛があったり、はい。なんかその、愛しているからこそその反動として、はい。分かってくれないと、反動としてなんか恨むとかね。ああ、はい、はい、はい。つまりその反動の部分を出しちゃうと、はいはい、やっぱり相手も別にね、常に私は真実を見るんだなって思ってるわけじゃないので、その反動同士がこうぶつかり合って喧嘩になっちゃいますよね。だから本音で生きると言っても、そのいわゆるその反動として出来上がった自分のネガティブ感情とか、いわゆるその表出してきてる心のゴミを出すっていうことではないわけですよね。はい、なので、まあ、ここで初めて今度、TPO とかってよく世間で言われてることをやっぱり当てはめなきゃいけないですけども。はい。うん、いわゆる相手に、こう、誤解を与えたり、不快な思いをさせたりする可能性のある心のゴミのような感情、ネガティブ感情は、はい。あくまでも自分一人で処理する。もしくは、それをちゃんと分かり合えた相手。うん。例えば、はい、カウンセリングっていうのはね、カウンセラーさん、じゃあ何でもいいから悩み言ってください。っていう、その一つの、お互いの関係性があるわけですよね。はい。そういう時は、またか上司がさーとかなんとかって言ってもいいわけですよ。はい、はい。で、カウンセラーもそれを、一緒になって怒るんじゃなくて、あ、そうなんだ、いや、それひどいね、大変だね、って言いながら、こう、どんどんこう、ゴミを出させてあげる。はい。うん、だから、二つのパターンですね。自分で処理するか、はい。それをちゃんと分かった上で、誰かに協力していただくか。はい。その方が言う、何でも思ったこと言っちゃったら仕事やりにくくなるんじゃないかっていうのは、はい、その通りで、はい、ちゃんとそれを、その本音を受け止められる相手でなければ、はい、むしろ悪化してしまいますよね。悪化しますよね。悪化します。だからその辺の図式をよりこう明確にしていかないと、そっか、本音でいければいいんだって言って、もう歯に衣着せずに、お前がああだこうだとかって言ってしまう人をどうして、作ってしまうと思うので、もっとこの自分の深いところに基づいて生きるっていうか、はい、感情を何でもかんでも表に出せばいいってことじゃないですよね。はいはいはい。ただ、一番良くないのは、本当はこう思ってるのに、仕事がしにくくなっちゃうから抑え込もうという処理をしてしまうと、はい、自分の中にどんどん蓄積されて、はい、それが自分の性格や、なんとなくこの感じるエネルギーや、はい、もしくは、弱い人の前で出てしまったり、あ、自分よりも立場がですね。なるほど、なるほど。はい。なので、何らかしらの形で処理っていうのかな、その、対処していくことがいいと思うんですよね。はい。そうですね。その方は、はい、基準を知りたいって言ったんでしたっけ？何を基準に言ったらいいこと、うん、言ってはいけないこと。その心に思っていることを正直に表現しているのが、僕にとってはとても良かったんだっていうのをザクッと言ったので、うん、でもこれ言ったら喧嘩になるよなとか、はいはいはい、仕事やりにくいよなっていうことなんで、うん、何を基準に口に出していいことなのか、うんうん、そこは
あえて思ったけども言わない方がいいのかっていう、基準っていう表現をしてましたね。ああ、なるほどね。そうですね。基準っていうのは、